今回は郡山市大月町にある鈴木農場さんの直売所にお邪魔しました。野菜の直売所とは思えないほどおしゃれな空間で、カラフルな野菜たちが並んでいました。鈴木農場さんは年間300品種以上の野菜を栽培しているらしく、直売所にもたくさんの種類のカラフルな野菜たちが並んでいました。これは郡山ブランド野菜のトウミギマルというトウモロコシで、とても甘いトウモロコシだそうです。いろいろ野菜を購入して家に戻ってきました。まずはトウモロコシから調理していきます。このトウモロコシは生でも食べれるみたいなのですが、今回は茹でていこうと思います。トウモロコシを茹でるときは薄皮を残して茹でた方が水分が飛ばずジューシーな味わいになるみたいです。全然このままかぶりつけそうなぐらい綺麗な見た目ですよね。これも鈴木農場の直売所で買った玉ねぎです。ここまで白い玉ねぎは初めて見ました。サラダ用で食べる玉ねぎは紫玉ねぎが多いと思うのですが、今回はこの白いホワイトベアでサラダを作っていこうと思います。食べれる。若干とりあえずこれは茹でればいい。キッチンがなかなか狭いので、二人で一緒に作業するのが大変です。彼女にバトンタッチをして、夏野菜の揚げ浸しを作ってもらいます。トウモロコシが回ってて可愛いですね。このナスは鈴木農場で売っていた焼きナス専用のナスを買ってみました。今回は晩ご飯というよりかは晩酌用のおつまみを作っていきます。トウモロコシは10分ぐらい茹でましたが、そんなに茹でなくてもよかったかなと思いつつ、ナスの揚げ浸しっていくらでも食べれますよね。はい、ちょっと
つ。詳しくは後で食べながら説明しようと思うのですが、今回は福の素という日本酒とおつまみのセットをいただきましたので、それを盛り付けていって最後日本酒とおつまみを楽しんでいきたいなと思います。このシシトウやミニトマトは新潟や会社でいただいたもので、めっちゃカラフルで美味しそうです。福のもというサービスは福島を飲もうという意味で、日本酒もおつまみもすべて福島のものを使っております。この裂けるチーズも会津のつまんでよいよいチーズという商品です。普段固形のチーズはあまり食べないのですが、今回は日本酒に合うということでチャレンジしていきたいと思います。これ水切った方がいいよね。おつまみがすべて完成しました。一部スーパーで買ってきたお刺身とかもあるのですが、それ以外だいたい福島のもので作ってみました。おだてもいいですね。福のもというサービスは日本酒に詳しい人もそうでない人も新しいお酒とおつまみとの美味しさに出会えるプロジェクトということで、福島県は全国新酒鑑評会での金賞受賞数が8回連続1位を誇る日本一の酒どころ。その福島県から毎月酒蔵を一つ選び、その酒蔵がセレクトする自慢のお酒とそれに合うおつまみをセットでお届けするという日本酒とおつまみのセットのサブスクリプションサービスになっております。今回は案件動画ということではなく、今この福の素を提供している F ライフという会社で働かさせてもらっているので、純粋にこのサービスを知ってもらいたいと思い紹介しています。今参加しているのが7月号のオンライン酒の会というもので、オンライン酒の会では蔵元の思いや酒蔵の近辺の観光を知ることができる月1回の福の素のサービスの一つです。新潟にいた時はずっと新潟のお酒を飲んでいたので、福島の日本酒はこちらに来て初めて飲みました。今回飲んでいる初雪草というお酒は低アルコール酒でとても飲みやすいお酒になっています。おつまみがなのでちょっと寄ってきてます。どうぞどうぞ。シュイ、これはさっきの裂けるチーズの残りを卵に入れて食べているところです。毎月送られてくるおつまみでアレンジも簡単にできるので、とてもいろんな楽しみ方があります。あとここからあと10分ぐらい。おお、すげえ。福の素に関しては8月号でもっと詳しく紹介しようと思うので、興味ある方はそちらを待っていただくか、概要欄に福の素の URL を貼っておきますので、そちらからチェックしてみてください。今回は以上です。